ジャン・シャルル・ニケーズ・ウペランは、フランスの新古典主義の画家である、パリで生まれた。両親は、スイス出身で、貴族の使用人であった。18歳から、ガブリエル・フランソワ・ドワアヤアンや、ジャン・ジャック・デュラモーの工房で学んだ。イタリア留学の資格の得られる、ローマ賞に3度、応募し、2位になることを続け、1780年に1位を得たジャンピエール・サントルスが、 スイス国籍で受賞資格を失ってためくり上げで、ローマ留学の奨学金を得ることができた。1780年から1784年まで、ローマに滞在し、バロックの画家グエルチーノやカラバッジオに惹かれ、カラバッジオの代表作、キリストの埋葬を模写して修行した。1783年に、ローマのフランス大使を務めていた、ベルニスーキ教から、絵の依頼を受けた。 フランスに戻った後、1787年に、王立絵画彫刻アカデミーの会員になり、多くの絵画の注文を受けることになった。フランス革命を経て、ナポレオンの治世になった後も、1804年に、フランス軍人の肖像画を描き、宮殿の装飾画を描いた。1906年から後に、国立高等装飾美術学校になるパリのデザイン学校の校長になり、 その仕事を1831年まで続けた。ありがとうございます。